よいしょよいしょよいしょ、はい、どうも皆さんこんばんは、マークでございます。本日もお夕飯にして参りたいと思います。本日9月19日木曜日18時36分今日なんかさ、たまにはね、変わったものを食べようではないかということで、久々に、スパゲティのパンチョに行ってまいりました。そして、パンチョでお持ち帰り。台湾混ぜスパ。台湾混ぜそばじゃないよ。台湾混ぜスパっていう、ね。買ってまいりました。それでも本日のハイボールの時間としたいと思います。あー喉渇いたけど何も飲まずに帰ってきた。そうだハイボープテン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 。それでは早速台湾混ぜスパ開けてみたいと思います。大盛りです大盛り。それでは開けてみます。おーで、すごい強烈なね匂いがする。これ目玉焼きの下にね今ひき肉が入ってるんだけど、これニラの生のニラの匂いとネギの匂いと、これ玉ねぎの匂いとか、これニンニクか、ニンニクの刻んでるやつだな。あとなんか魚粉、これはただの海苔か。なんだこれ、海苔かこれ。なんだこれじゃないよ、食べ物、食べ物美味しそう、美味しそうに言いなさいよね。これ混ぜます、台湾混ぜスパなんだから混ぜなきゃね。あーこれ大物にするんじゃなかったな。もうほんとは強烈な、うわ大盛りにするんじゃなかったとかそういうこと言うんじゃないよ。どのぐらい混ぜればいいんだこれ。よくよく混ぜよ。いただきます。いただきます。食べるよ。いただきます。いただきますって言ってるじゃんか。いただきます。抜群にうまい。パンチは効いてるけど、こうしっかり混ぜてこの麺と絡めると美味しい。これは美味しい。すごい。やっぱり本格的な味がしますね。まあ台湾混ぜそば自体マークもそんなに食べた経験ないんだけどさ、
もまずはこれ本当台湾料理なのかね。そこがまず第一にすごく疑問点に感じる。まず台湾行ったことあるんだけど、ガイドブックにこんなもんなかったよな。うん、なんか変なそうめんみたいなの食った。台湾マスソとか台湾料理なのかな。たまにあるじゃん、台湾ラーメンもあれ多分台湾料理じゃないんじゃないかな。台湾ラーメンにひき肉とか乗ったらさ、ラーメンあれ台湾本場の味がするとか言って全然本場の料理じゃなかったでしたね。ごめんなさいな。あこの魚の粉末、これがいい味してる。おいしい。魚の粉末って言ってもあのお好み焼き作るとかに入れるさやつじゃない、だとは全然違う感じの。おいしいね。うん。じゃあこの番長独特のこの茹ですぎた麺が、ご自由だ。これ番長行ったらもうお客さん誰もいなかった。オープン当初はもうすごい混んでたのに、まあそんなもんよね。混まないね。オープン当初だけだよね、本当。飲食店もね。うん、おいしい。そうかな、ちょっと変わったものが食べたかったから。なんかもうこいつあの YouTube なんかやってるもんだからさ、たまにはこう変わったものをちゃんと食べてるところをお届けしたいなとか思うんだけど、でもなかなかその普段の自分の、ね、あの通勤の通り道、通勤ルートの中で買っちゃうからさ。うん、マンネリ化しちゃうっちゃしちゃうんだよ。マンネリ化するって言ったって大体まあまあ普通の夕飯を届けとるんだから、みんなだってさ、あそんなマンネリ化してるでしょ、夕飯。あー、おいしい。これおいしいわ。パンチョで期間限定らしいですよ。うん、番長行くためにさ、久々にいつもと違う道通ってたら、唐吉があったところはさ、唐吉がなくなったなと思って、で弥生軒になったよそこ。そしたら今日弥生軒もなくなってた。で今度あのなんだっけ、あれ家系ラーメンのお店ができる。
もともとそこはケンタッキーだから、ケンタッキー、からよし、弥生県で家系な。もう飲食店はダメだよ。飲食店もね、どんどんダメだ。年取れば取るほどね、外で食わなくなるんだから、ほんと飯を。これからほんと新しいお店何か始めようという人はね、葬儀屋始めた方がいい。もう葬儀屋ぐらい、葬儀屋か病院ぐらいしか入らない。パンチ効いてるわ。パンチョのメニューがもともとね、全部パンチ効いてるからね。思ったらこれ粉チーズ入ってるな。粉チーズさすがにこれに粉チーズはいらないね。いや、美味しかったよ、これ。たまには、違うもん食うのいいね。うん。お腹いっぱい。いや、ほんと。もう誰も信じてくれないと思うけど、ほんとちょっとずつ胃が小さくなってる。自分のことは自分が一番分かっとるんだから。いやでも美味しかった、ほんと。あっいいね、たまにはね、新しい風をね、我が家の食卓にね、届けるっていう。それではごちそうさまでした。もう今更だけどちょっとカメラ斜めだな。まあいいや、もうね。皆さんまたお会いしましょう。さよなら。